いないの。小次郎はいいの。どうした、ベロ出ちゃってますよ。ベロ出るかな。あ、来たね。あ、よかった。はいはい、帰ってね。はいはい、いないの。はいはい、おいで。はい、いない、少ないな。あ、チロリン、来るの。ボンボン、チャミが来た、チャミが。よいしょ、やめてください。なるほど。はい、あっちの日開けてねえや。先に開けてこようね。おはようございます。2月、23日、水曜日になります。今日は、トットちゃん去勢手術ですね。片玉降臨を取ります。あとは、小次郎くんのストレートと、ワクチン3匹、どうしようかなと思ってます。誰にしようかな。ちょっと外猫バタバタしてる暇もないので、中猫コロさんとか多分好きなのかな。ちょっと後で見て、まあ、あのさ、昨日見たら、タロサなんかも3月なんで、これを先に打っちゃうかなと思います。まあ、白とアチャムもそうなんで、こっちから打ててもいいのかなとは思ってます。こうつけたんで、数が少ないのは部屋から出すのを忘れてますね。トトを食べさせちゃいけないわけでね、トトをな。とりあえずあんたあげておこうか。さあ、よし、ちょっと待ってて君たちは。はいはい、入っておいていいですか。あら、なんで、なんでポテト入っちゃうんだろう、これ。また部屋をそれと、あんたたち入っちゃったら大変だよ。いいの。はい、トトちゃんがケージに入れようかな。ペロカット時間差がついてるのは、こなけちゃいましたね。はい、トトちゃんは確保しました。小次郎くんはストレート中じゃね。ほら、食べてもいいからね。はい、ほら、ほら、いいね。いいね、食べてるね、珍しく。よいしょっと。
4月で14歳になりますね。元気ですね、チャメは、ね、あとどっち先を言おうかな、ね、はい、おめちゃんのキキちゃんです。はい、どうぞ。レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん。で、もうあれかな、なんかエロ足みたいな足はなくなりました。この姿勢で食べれるようになってきてますね。少しずつですね、機能が回復してきているような気がします。よかったね。あとは、ちょっとやっぱり熱出しやすい体質だと思うので気をつけていきたいと思います。はい、おかわりタイムです。あら、珍しい人が右端に。もちろん入れませんね。よいしょ。大丈夫先生。だからゴロちゃん足元にいたら踏んじゃいますよ。あんな僕は寝室で暴れてるやつだし。ちょっと野良くん。ボン、おいで。ボン。あ、野良ミカじゃん。野良ミカじゃん。なんボンちゃん、あるよ、上に。なんか入れるよ。え、ピーちゃん珍しいね。これは孔明やな。珍しく孔明が、気食いしてますね。ボンちゃんと、あら、と、と。はい。はい、来てちょうだい、来てちょうだい。食べてきた。ポンちゃんもそれ食べたからダメ。はい、ポンちゃん。
ね。キキか。キキ結局何口食べる？最初から最後までずっと食べてます。やっぱり、一人お母さんいないとですね、撮影をなかなかできないという。出ませんよ出ませんよ出ませんよ。今日はちょっと面倒くさいんで、もういるいるいてワクチン接種の連中でも行くようにしようと思います。抑えているのが面倒くさい。出ません出ません出ません。はい、ナイク入んな、入って今日ちゃんも入って。ナイクは昨日打ってないんで、今日ナイク連れて行ってもいいような気がします。まだ打たなきゃいけないのいっぱいいるんで大丈夫なんですけど、よし、さっちゃん帰ってきましたね。さっちゃんウィリアムだね。今日のワクチンはナイクですね。ナイクとトラキチ君帰ってきてね、トラタラちゃんついてきます。それとあそこ寝てるタラサですね、タラサ連れて行っちゃいます。それとちょっと声を消せで、部屋で寝てるコジロくんになりますね。ちょっとまず犬の散歩に行ってこれね。トラちゃんちょっと待っててよ、トラちゃん出ないよ。あ、ウリがいた。ヤギが、ヤギじゃない、ワンコはなんか脱走してて、お、踏んだり蹴ったり。で、外へ出たらちょうどですね、日の出ぴったし、もうちょっと上がっちゃいましたけど、ぴったしですね。正面がここですね。お正月から浦さん、こちら、こちら、あら、こちら。いたいた、あ、そっちから来た、あ、そっちから来た、あ、おか、おいで、おはよう、はい、こちら、はい、はい、はい、乗って乗って、ご飯だよ、やんだよ、最近乗らないのかも、いっちゃおいで、おいで、こちら、どこ行くの、よいしょ、宇宙車大丈夫だったね、ちょっと早めに出ちゃったから心配、ちょっと心配だった、はい、待っててよ、よいしょ、よし、チラさんを入れてご飯食べさせているので、ヤギにご飯をあげて、ちょっとだけですね、犬散歩を10分です。10分で、シャワー浴びて出発の準備、今日は8時20分に病院ということなんで、まあ、いつもよりちょっと20分遅い分だけ良かったです。ちょっと8時だと、もうちょっとあ、だだだな、だよ、まず自分のやることをやってからママがやってることをやらないとどっちつかずになっちゃうんで、で、やっと今犬にたどり着きました。出てきたね、おっさん、おっさんね、昨日ワクチン打ったからね。ヒロもいるじゃん。はいはい、お散歩行こう、お散歩。
朝ごはんの後出てった連中がみんな戻ってきましたね。最近ウリが意地が悪くてですね、みんなウリで下がっちゃうんですよね。はいはいはい、出て、トラちゃん出ないやん。はいはい、ナイ君、ナイ君ちょっと待って、ナイ君、ナイ君ちょっと、ナイ君ここまで出たらナイ君駐車行きますよ。トト君もちょっと捕獲失敗です。これはもう捕獲できないですね、今日は。これダメだな、パママさん帰ってからにします。ちょっと一人じゃネットに入れるのが難しくてですね、出られちゃいましたね。はい、じゃあ今日はトラちゃんね、トラちゃんと、トラちゃんとテンちゃんが、ですね、デコジロ君ですね。本当病院行くのもね、ワクチンだけだもんね。やめてくれよ。トラちゃん。あれ？これ小次郎だ。間違えてた。これ小次郎じゃん。これ小次郎やな。小次郎出られると困るから。小次郎はじゃあお部屋でリリースよ。はい、トラちゃん。久しぶりのキャリーだったね。はいよ、はい、出て。よいしょっと、ね、1時間ぐらいちょっとお家にいてほしいよね。午前中戻ってきてからの動画を撮ったんですけど、少しですね、モードがスローモードになってて一本も使えませんでした。仮眠終了です。こっからになっちゃう。なので、一本今
ヤンちゃんと、ルイちゃんの動画を送ってくれて、もう一本ですね送ってくださいって今頼んだところです。でそれが、この前に、差し込んでありますので、まあ、時系列的にはちょっと、ああ来た来た、今 LINE で、送りましたが入ってきてます、そっちの方が先なんですけど、せっかく撮ってちょっとしくじるとなんかがっくりきます。よいしょと、ワクチン組、大丈夫ですね。太郎ちゃんと天ちゃんな、天ちゃんの珍しいのがへそ天という子ですね。そうなんですね。よいしょ、ロちゃん、かわいいね、ロクちゃんね。ロクちゃん見るとなんかサビコちゃんを思い出してですね、このサビコちゃんたちは本当サビちゃんがなんかまとまってきたような気がします。はい、ちょっと散歩行ってきます。いや今日はね、風が少しありますけど、なかなか気持ちのいい昼間です。でなんか猫娘のところはもう大掃除の連続のようです、ね、なんかやっぱり私が行かなくてよかったなっていうことは言っていましたね。とんでも抑えません状態のようです。いつも行ってそんなに汚いって思ったことないですけど、なんか大変みたいですね。あ、ポンちゃんだ、ポンちゃん。あ、違うわ、ここだ。ポンちゃんじゃないね、ポンちゃんじゃない子供の声がしたけど、これはヨンちゃんだ。子供たちが遊びに来てますね。あ、そうかそうか、今日祝日だもんね。はい、うん、散歩行こうか。行く？キュウちゃん行こうか。正面を向いて降りていくとこういう形になります。ちょっと斜めになっているので、これで正面になります。よいしょ。今日は来たね。かわいいね。はい。佐久島。はい、スナックタイムです。昨日みたいに多くないので、普通にあげようと思うんです。ケーキ苦手なんでね、まだね。よいしょ。はい、ヨンちゃんだ。ケーキどうしよう。キキ、こっちが子猫にあげようか、キキ。食も遅いですね。今少しずつ何回かに分けて食べます。いいか、ついてるよりはいいんだ。よいしょ。はい、こちらのままどうぞ。こちらで。
つを食べたがる子もなんか、まあ、そうでなんかまあいろいろですね。はい、ハル君とハルちゃんも兄弟ですね。そうそう、他の子と一緒に共有できるね。いね、まあちゃんはね、まあちゃん怒るんでね、他の子が来るとね、頑張ってみよう少しね。結局は、なんかこの間ちょっと体調崩した後ですね、割と外出てもすぐに帰ってきて、お家の中でまったり、なんか鼻についてるのがラッチュールですね。なんかついてるよ鼻に。でゆっくりするようになってくれました。そう、三姉妹です。ね、ちょうど同じぐらいの大きさで来てくれてよかったです。一番ちびっ子たちはもうこの三姉妹とこれですね、これなかなかですね、大人の猫にもパンチをしちゃう可愛い子ちゃんです。可愛いね、ちょい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 ボックスして、ボックスしたらゆうちゃんは耳カットですね。やっぱりこれはもう盛りが全く来ませんので、来ててもおかしくない。もう10ヶ月経ってると思います。よく生き抜いてくださったなと思います。ワクチンが見てんちゃう、大丈夫ですね。明日5匹打ってちょっと一旦また在庫切れたので、クードン待ってからまた、注射になると思います。トトちゃんは27日ですね、ママさん26日に帰ってくるんで、それから注射になります。非常に今日は爽やかないい天気です。なので昼寝で毎日、まあ、天気悪くても昼寝してますね。ハル、
バルチューの会社で、これ2人で。